天使が虎杖に受肉。現在物語も佳境に差し掛かり、とんでもない展開がついている呪術廻戦。そんな呪術廻戦で注目したいのは、天使が虎杖に受肉する可能性。最新213話にて絶対絶命の大ピンチとなった天使とクルサナですが、彼女たちは一体どうなってしまうのか。一つの可能性としてクルサナや天使の信念などから、ある一つのこの場を打開する方法が示されています。それはですね、空の器となった虎杖勇士への受肉。シグロ恵を運命の人と信じ、ひたむきに努力してきたクルサナだからこそ、この展開はあり得る。そして天使が虎杖勇士に受肉、いや強制することで、虎杖には新たな能力の可能性が生まれるんです。ということで今回は大逆転のアイディア、天使虎杖勇士誕生説について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第213話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。一人だけ受肉したプレイヤーの中に何としてもほふりたい者がいる。ラテン。このプレイヤーを殺すことができれば、君たちへの協力は惜しまないことを約束する。第199話にて初めてクルサナに受肉し、強制している天使の目的が明かされました。それはラテンスクナの滅殺。そして最新第213話にて、シグラメグミに受肉したことでその存在を感知した天使は、自身の奥義と思われるヤコブのはしごを発動。おそらくですね、受肉体であるスクナ特攻と思われるその拡張術式は、シグラメグミのふりをしたスクナの名演技により、騙されたクルサナにより中断。クルサナの喉元にスクナが食らいつこうとするところで第213話は終わってしまいました。ここで注目したいのはスクナのこの噛みつく行為です。いくら抱きついて両手が塞がっているから朱印が結べないとはいえ、顔面を真人の無意天平のように巨大化させて噛みつく余裕があるならですね、第118話では片手で印を結ぶことで発動できていた回を発動すればクルサナは瞬殺できるはず。しかしそれをしなかった。この理由についてはですね、他の動画で詳しく考察してるんですが、スクナのもう一つの術式ボックスがですね、術式を強奪する能力であるならですね、辻褄が合ってきます。つまりスクナがクルサナを捕食することで術式を無効化にする術式を強奪しようとしている。そしてそうなってくると、第115話でスクナが言っていた次のセリフが伏線として物語の展開に影響してきます。そうか、知られているものと思っていたが、そもそも呪霊知らぬはずだ。スクナがジョーゴに対しボックス風が整えた時に知られているものと思っていたと発言していることから、スクナの術式はスクナにとっては知られているものだった。つまりスクナが活躍していた1000年前にはですね、術師たちの間では常識であったことが読み取れます。つまり1000年前の術師である天使はスクナの術式を知っているということになります。そしてスクナの聖徳術式が術式をですね、強奪するものであるならば、天使は自分自身の術式を奪われる危険性には気づくはずですよね。そうなると次に天使が取るべきはですね、スクナに術式を奪われないようにすることです。ちなみにメタ的な考えからも、第213話のラストでスクナがクルサナに噛みつこうとする直前で終わっていたことから、少年史的なお約束として、次回はこの状況を覆す逆転の展開が描かれ、スクナが天使を捕食するのに失敗する展開が描かれる可能性が非常に高いと思われます。では天使がスクナから逃れる方法はどんなものなのでしょうか。まずスクナの噛みつき攻撃を受けたとして、主導権がクルサナにあると思われる肉体は防御しきれる可能性の方が低いと思われます。となるとスクナの術式の強奪から天使が逃げ切るためには、必然的に天使がクルサナと分離するほかないと思われます。しかしそもそもこの分離は可能なのでしょうか。天使の術式で受肉したプレイヤーを受肉前の状態に戻せるか。無理とは断言できないが9割9分知れ。受肉とは呪物の肉体の融合でもあるからね。第199話での伏黒恵と天使の会話から分かる通り、受肉したプレイヤーは天使の術式で呪物と肉体に分けると 99% 肉体の方が死ぬとのこと。しかし皆さんご存知の通り、この法則を唯一破った存在がいます。そう、スクナとイタドリです。第212話での啓活を唱えたスクナは呪力を込めた小指をちぎり取り、それを伏黒恵に食わせたことでイタドリ勇士の体から離れ、伏黒恵の体に受肉し直していました。つまりこの時にスクナが行ったのは、自らが肉体の主導権を握り、呪力を全て肉体の一部に込めることにより再度呪物になるという分離の方法です。そして天使とスクナは通常時はですね、肉体の主導権がなかったり、受肉体の体のどこかからですね、口を出現させて喋ったり、器の自我が死んでいなかったりと、細部は異なるものの、かなり共通点のあるですね、受肉状態と言えます。とするとですね、天使も肉体を切り離すことによる分離方法は使えると思われます。ただ天使自らそれを望んでしたくないであろうことも推測できます。だから私自身は花と共生という手段を取った。今のところ天使とクルスサナは受肉体の中
中で唯一器の自我を任意で沈めない強制という方法をとっています。そして天使はクルスアナを花と下の名前で呼んでいます。これはスクナが虎杖悠仁のことを小僧と呼んでいることから考えても非常に近しい関係性を築いていることがわかります。そんなクルスアナを非常に大事に扱っている天使が自らクルスアナを切り捨てる決断に至るのは、たとえ神の断りというものがあったとしても急には決断できないはず。そこでクルスアナの意志が絡んでくると思われます。全ては運命、いつかあなたに巡り会うことを信じて、少しずつ少しずつ、これからもあなたの隣にふさわしい人間になるため、私は人を助ける。そう、第210話でクルスアナが独白していたように、クルスアナのモチベーションは伏黒恵みに並び立つため人を助けること。そして伏黒恵みにスクナが受肉してしまい、そんなスクナにやられる瞬間ですね、天使のことを知っているクルスアナがすることといえば、やはり天使を助けることでしょう。つまりこれからですね、スクナに食われるクルスアナは伏黒恵みを救出するための最善手として天使に協力してもらい、自らの一部を切り離し呪物化する道を選ぶという可能性が大いにありえます。無理とは断言できないが9割9分死ぬ。受肉とは呪物と肉体の融合でもあるからね。ちなみに先ほど解説したように、受肉体を器と呪物に分離すれば 99% 死亡しますが、あくまでもそれは受肉体での話です。天使とクルスアナは受肉ではなく強制、そして強制体を器と呪物に分離する場合はどうなるのかというのがですね、あえて作中では言及されていないのもポイントです。となると受肉体を分離するのは 99% 確かに死亡するが、強制体を分離するのはですね、問題ないと考えられる可能性は十分あり得るのではないでしょうか。ではそんな経緯で呪物に戻った天使はどうなるのでしょうか。伏黒恵みに受肉し直したスクナの描写から考えて、他の人間に受肉するまでは元の器に自我が残っていると思われるので、そこで天使は緊急避難先を指定するのがですね、最も安全でしょう。そしてこの場で器として成り立つ可能性が最も高いのは、やはり空の器となった虎杖悠仁。肉体の体制だけじゃない、スクナ相手に難なく自我を保てる千年生まれてこなかった逸材。五条悟がこう評価しているように、虎杖は肉体の体制だけではなく、スクナ相手にも自我を保てるといういわば精神の体制も備えていることがわかります。つまりおそらく最上級の呪物であるスクナの指をですね、20本中15本食べても肉体的にも精神的にも問題なかったことから、ほとんどの呪物を取り込んでも肉体も精神も全く異常をきたさず支配権も渡さない、まさに千年に一度の檻としての逸材です。よってですね、スクナと同格と思われる天使の呪物をですね、いきなり全呪力分取り込んでも一瞬はですね、天使に自我を持っていかれるかもしれませんが、その後はですね、虎杖主導の状態に持っていけるはず。しかし最大の問題は虎杖悠仁の精神状態です。指図すんな、俺はお前らを信用していない。第210話で自分たちを襲う米軍を助けると言い切った虎杖ですが、クルスアナをですね、危機にさらすから協力できないと反対する天使に、虎杖はスクナと同類だと認識しですね、嫌悪していました。そして渋谷時点での大量虐殺を鑑みれば、スクナと同類の可能性がある天使を拒否するのは自然な感情だと思いますが、スクナにまたとんでもないことをされてしまった虎杖悠仁はそのまま天使の呪物を食べることは拒否するでしょう。しかしですね、そんな虎杖に聞く言葉がありますよね。お前は強いから人を助けろ、あとは頼みます、まずは俺を助けろ虎杖。虎杖悠仁はこれまで呪術廻戦の物語で描かれてきた通り、他の人から何かを託されたりお願いされると、たとえ何があったとしてもそれを叶えるため全力で突き進む人物。そしてクルスアナが死ぬ直前に虎杖に託すものがあるとしたら、虎杖お願い、恵みを助けてください。想像できるのはこういった言葉で、お願いという形の呪いを虎杖に残すことです。悠仁はさ、行かれてんだよね。異形とはいえ生き物の形をした呪いを、自分を殺そうとしてくる呪いを一切躊躇なく取りに行く。そして第4話で五条悟がこう分析しているように、賢者がそう仕込んだからなのか、ただの偶然なのか、虎杖悠仁は誰かを助けるためならですね、普通の人ならですね、嫌悪してしまうことでも何であれ実行してしまうイカれた人物です。つまりクルスアナからお願いされ伏黒恵みを助けることを託されたなら、自らが嫌悪するスクなど同類の天使の呪物でさえ躊躇なく飲み込むことでしょう。この流れになるとしたら、虎杖悠仁はですね、全てのわだかまりを振り切って天使を受肉する方向に舵を取ると思われます。ここまでクルスアナが起死回生の策として天使を虎杖悠仁に受肉させる可能性について考察してきましたが、具体的に天使が受肉して虎杖悠仁はどうなるのでしょうか。まず考えたいのが天使の術式についてです。結論から言うと、天使の術式を虎杖がですね、自由に使えるようにはならないと思います。今は使えないだけ、そのうち君の体にはスクナの術式が刻まれる。第12話で五条悟が独白していたように、虎杖にはですね、スクナの術式が刻まれる可能性が非常に高いです。そして虎杖にスクナの術式が刻まれるならですね、その後追加で天使の術式が刻まれる
れることはないと思います。というのも術式は原則一人一つだからです。これはおそらく術式が刻まれる人間においても同じルールだと思われます。しかし少なの例からも分かるように、受肉した内部の存在に主導権を渡すことで、その存在に術式を使わせることは可能。もちろんですね、虎杖悠仁が天使を信用することが前提条件でしょうが、これはクリスタナと天使の信頼関係から考えても、いずれ信頼関係は備わると見ていいでしょう。つまり大まかなところを見ると、天使がですね受肉した虎杖悠仁は、一つ目にですね体に刻まれた宿儺の術式、そして二つ目に天使に体の主導権を渡すことで使える天使の術式、以上2種類の術式を条件付きの切り替え方式で使うことができるようになると思います。つまりここから考えられるのは、天使を受肉した虎杖悠仁がこの場を脱出し長僧と合流することができたなら、天使に体を渡すことで術式を証明させる術式により、獄門教裏から五条悟を解放することが可能になるかもしれません。そして天使が虎杖悠仁に受肉することで、虎杖が大きく成長する可能性があります。というのもですね、おそらくクリスタナは術高専に通っていないであろうことから、天使から呪力の回し方や術式の扱い方を習ったと思われるからです。第213話で栄翔こそ天使が受け持っていたものの、拡張術式ヤコブのはしごを発動したのはですね、肉体の主導権を握っているクリスタナであるはずです。ということはですね、天使が自身の術式の扱い方をクリスタナに教え、さらに拡張術式を扱えるようになるまで教え込んだということ、つまり天使は呪術において五条悟にも勝る最上の師であると思われます。そうなると、今まで呪力操作しか習ってこなかった虎杖が、自身に刻まれた宿儺の術式を扱えるように天使が教え導くことができると思われるため、もし天使が虎杖に受肉したらですね、虎杖悠仁は一気に術式の核心をつかみ、術式反転や極の番、そして領域展開の習得までたどり着くのかもしれません。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では